トニー・ベネットは、アメリカ合衆国のポピュラー音楽の歌手、画家。ニューヨーク州クイーンズ生まれ。イタリア系アメリカ人で、本名は、アントニー・ドミニク・ベネデット。芸名は本名を切り詰めたものである。アメリカ合衆国において、最高の男性ボーカリスト、エンターテイナーと称される存在。1950年にコロンビアレコードと契約。 1950年代から1960年代にかけて Because of You、Cold Cold Heart、霧のサンフランシスコなどの世界的な大ヒットで不動の人気を築いた。朗々とした発声を得意とする豊かな声量の持ち主である一方、トーチソングなどでの細やかな表現力にも優れるなど、ポピュラーシンガー及びジャズ歌手としての評価は高い。 先輩格の大スター歌手であるフランク・シナトラをして、俺の考えでは、トニー・ベネットは、音楽業界最高の歌手だと表せしめた逸話を持つ。実力派歌手として、ロック前世の時代でも、中高年層から、堅実な人気を保ってきたが、1990年代からは、若年の MTV 世代にもファン層を広げ、コンスタントにアルバムをリリースし続けている。 特に1994年には MTV アンプラグドに出演し、その模様のライブアルバムでグラミー最優秀アルバムを受賞した。歌唱力と企画の両面に恵まれることからグラミー賞の常連的存在であり、最近では2003年にリリースしたシェリル・クロウ、ダイアナ・クラール、ビリー・ジョエル、スティービー・ワンダーラと共演したデュエットアルバム With My Friends2005 年の

マイケル・ブーブレ、スティング、ジョン・レジェンド、ジョージ・マイケルらの大御所から若手まで様々なジャンルの歌手と共演した。2011年9月にはアルバムデュエッツ2を発表。アレサ・フランクリン、マライア・キャリー、レディー・ガガラとデュエットしており、7月に休止したエイミー・ワインハウス最後のレコーディングが含まれ話題となった。85歳にして、 ビルボード200で自身初の初登場1位を獲得し、ボブ・ディランが67歳の時にトゥゲザー・スルー・ライフで作った最年長主位記録を大幅に塗り替えた。ベネットは長年にわたり自身の喉を酷使しないよう発声や生活習慣に常々配慮しており、恒例に至っても第一線で歌えるだけの性質を維持していた。しかし、2020年の後半以降、 アルツハイマーに罹患したことを複数のメディアが報じている。ブルース・オールマイティやアナライズ・ミーといった映画にも本人役で特別出演しているが、1965年の映画オスカーでは劇中歌うことなく、主演のスティーブン・ボイド扮するアカデミー賞を狙う俳優のマネージャーを突つと演じた。プロの歌手になる前には商業イラストレーターとして、 生計を立てていたこともあって画際に優れ、よぎながら画家としてもたびたび古典を開いている。その腕前は彼の CD のブックレットにも活かされており、アルバムで共演経験もあるピアニスト、ビル・エヴァンスのライブアルバムのジャケットにもベネットのペンによる肖像画が使われている。イコールライブアルバムイコール、ありがとうございます。